いや、渡部もゴーストリコめっちゃ楽しかったの。めっちゃ楽しかった。いや、ボータンちゃんめっちゃ爆笑してたよね。なんか、あの、切り抜き、めっちゃ見たよ。なんかさ、あのさ、ヘリコプター水没したとこでさ、あの、自分お亡くなっちゃって、そう、ヘリコプターのね、プロペラも止まっとったんよね。で、ボタンちゃんの視点から見ると、渡部が、あの、プロペラの回ってるところにおって、そう、あ、だから、あの、近づけないって言ってたんだって、後から分かったの。いや、ボタンちゃんっての渡部、すごかったね。爆笑しながら必死にミンチになっちゃうよって言ってて面白かったね。ミンチになっちゃうよ。千人の笑い。いや、面白かったな。あとね、あの、車に乗って渡部がガトリングしてる時に、なんかシュワちゃんに会ったんだったかな。で、燃えちゃうって時にさ、そのボタンちゃんの視点後から見たら、ボタンちゃんだけちゃんと車から出て逃げてて、で、ワタメ爆発して、車と一緒にワタメ爆発してるとこ映ってて、ワタメ、いや、ワタメ視点だと何が何だか分かんなかったんだよね。なんか急に爆発したからさ、そう、必死でさ、ガトリング打ってるから、なんか燃えてるの気づかなくてさ、え、何？急に、ちょっと爆発するって言われたけど、このガトリング止められないしさ、って。いや、ボタンちゃんカメラうまいね。いや、なんか、みじ、ちりとなってた、渡部が。車と一緒に、爆発して粉々になってた。あー、面白かったな。ボタンちゃんしてめっちゃ面白かったな。そうね、ここは任せて。先に行け、ボガン、渡部って。ぜひぜひ、切り抜きでもいいから見てみて。めっちゃ面白いから。いや、またやりたいな。あ、ね、お互いの枠取ってよかったね。一応聞いてさ、渡部枠取った方がいいかな。まあ、いらなそうだったらボタンちゃんの枠でやろうでって言ってたんだけど、なんか二つの視点取った方が良さそうだから二つでやろうでってなってね、取っといてよかったね。いや、面白いなぁ。